願いします。よし、デビキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、朝、起きる曲参戦さあ、この企画なんですけども、知ってる人も多い通り、普通に起きるやつと、異様に起きるやつと、異様に起きないやつ。だから、いいサンプルが取れるんじゃないっていう。なるほどね。でも、一つ言ったら、俺は、何かけても起きるんだ。別にハロプロとかじゃなくても。そうそう、マリンバって言うわけ。だけどやっぱ、この曲で起きたいなとか、あと、一個だけ俺、起きれないっていうか。ちょっと逆にこっち紹介する。どんな音でも起きれるのにこれだけは起きれないっていう曲。逆にその方がありがたい。だこれだけはかけないでねっていうのを1個紹介したい。それの方がいいな。逆に明るくはなんかめちゃめちゃ優秀らしい。12曲ありますけど別にけど起きてはない。そう、まあまあまあ行こうよ。なんでそんな自信あんのお前。行きましょう。それでは It's Tasting Time。 僕から行きましょうか、少ないし、はい、まず僕がいつも目覚ましにしてる曲1曲目、はい、これがあの恋のクラウチングスタッフ。ででんででんででんでん。ゲチュー。そう。ゲチュー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 。でれ、でれ、パカ。でれ、でれ、パカ。ガチャ。そう。ゲチュー。自分が言うの。そう。自分でやる。あ、でも朝起きてそのままダンスする。そうでしょ。あ、わかる。わかるね。これめっちゃわかります。ないだろ。これ素晴らしい。わかるわかる。寝起き。恋チン、今まで恋チンが発売されるまではみかんだったんですよ。はい。うん。バーン、バン、バン、ガチャ。早っ。でも音大きいから起きない？目覚ましって。音大きいかどうかは設定によるだろう。設定、音量の設定によりますね。でも、こいちんが発売してから、軽快な感じ。イントロ大事なんか、この、目覚ましにするときって。最初しか弾けないからな、ほんと。サビがいいんですよ、なんてのはいらないんだよ。そう、いらない。一応目大事。で、こいちんは、てれ。これすごいね、いきなり、準備万端か、みたいな感じ来るわけよ。てれん、てれん、てれん、てれん。みかんはちょっとなんかキラキラしすぎ。でれん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 、まぶしい朝にウォーウェチェンス。最初がキラキラしてたから、まあ起きれたけど気持ちよすぎた。私朝っぽい、朝っぽい曲回すし、まぶしい朝にウォーウェチェンス。気持ちよすぎる。あれはイントロとしては、目覚ましにしたら気持ちよすぎる。逆に僕が聞いてほしくない、これ目覚めでして僕唯一起きれなかったのが、続いていくストーリーシンフォニックバージョン。これだけは本当に起きれない。シンフォニックバージョンね。シンフォニックね。ルルルルって始まるやつね。起きれなそう、確かに。これ起きれない。泣けちゃうの。起きれなそう。睡眠導入曲だもんね。そうそうそう。これだけはダメです。起きれなそう、確かに。一時期好きな曲をアラームにするっていうので、これをアラームにしたことがある。なんだこれ、インストより眠い。インストより眠い。すごいな。いい曲なんだけども、起きるのには向いてない。起きるのには向いてない。それはあるからな。これだけは。やっぱその、シンフォニックだしね。シンフォニック。それ向いてないよ。あとは大丈夫です。あとは100起きれる。これだけだ。ハロプロ研修生。君の登場。わあ、でけ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 でん、ゴーで起きます。起きねえ、起きてないかな。ゴーで君の登場。で、僕はアラーム止めません。曲そのまま聴きたいから。そっち派ですね。違うだろ。起きてない。起きてないから聴けちゃうんだろ。そう。あ、そういう考え方もできるけど、だから別に曲も重視しますね。総合的に判断してんだ、じゃあ。そう、イントロから元気な曲、かつ、こっちから合いの手入れやすい曲。そう。ゴーって言ったら起きんじゃん。確かに。そうそうそう。脳内で、俺、寝てても、でででけ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 で、ゴーで起きんじゃん。起きんじゃん。起きない。そう、起きない。そう、ちゃんと遅刻したの。さ、でもさ、でけでけでさ、うーんって起きないのよ、別に。そうやって起きないのよ。でけ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 でん、ガオーで起きるの。ずっと寝てるわけじゃないもんな。絶対に何時かに起きるもんな。そうそうそう。その時に、ゴーまでは寝てると思う。そうそうそう。ためんのよ。で、ちょっと似た感じだと、キュートの、とか一個順調。あー、でれれれれれれってなるじゃん。なる。ああいうレディーまで寝てるんだ。そう。寝てても気づけばいいわけ。その音が鳴ってるなって。で、Are you ready? バカって。そう、別に誰もいなくても、そう。でで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 、そんな早くない。ちなみにそんな早くない。でで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 で。でしょ？で、最後はザ・ピースですね。おー、ほら行こうぜ。そうだ、みんな行こうぜ。で、このまま行けますね。
で、あとはこれ全然サビまでいつでも起きれるポジションがいっぱいあるんですね。でもこれは甘えだと思うよ。なんでだってアウトロがさ、なかなか終わらないじゃん。確かに。あっ、ボボ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 ボ起きれますね。起きれるんですね。起きれるし、欲しいですね、これあれ朝起きる曲じゃなかったじゃん、聞かれた時。目覚ましにしたい曲、もしくは、目覚めしにし、なんだっけ、目覚ましにしたい曲って言ってたよね。あれね、トンチよ、それは。目覚ましに使いたいってことは朝起きれるやつなのよ。そういうこと。お前、聞いとけ、俺の発表。お願いします。お願いします。まず、目覚ましの曲って嫌いになるじゃん。なるわ、そう。そうなの。だから、これを決めるにあたって、やっぱり、好きすぎる曲使っちゃうと、嫌いになる可能性があるっていうのがまず考慮してる。4、6年 ?4、6億年ダメだな、ちょっと。いや、あんなのは絶対起きれるに決まってるんだけど、でも、嫌いになる可能性がまあある。だってどっかでフェスでさ、そう。例えばロッキーで46グラムを聴いちゃった時に、うわ、出る出てってて、起きなきゃー起きなる可能性があるんだよ。あ、これきつい。だから46億年ダメ、先に言っとくと使ってないです、これ。なるほどね。何を使ってるかというとですね、6時半。これが僕が基本的に起きる時間です、ね。時間で分けてんだ。6時半、愛しと生命ハート。6時35分、愛すべきべきヒューマンライフ。お6時40分、フィエスタフィエスタですね。だんだん盛り上がってる。ちょっと強くなってきて、最初起きる気ないじゃん。6時にたまに起きなきゃいけない時、ちょっと早いときこれが表面張力。絶対起きれる。なるほど、ね。これで起きるんだろ。そう。タン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 。くらいで起きます。あ、いいね。これなんでかっていうと、まあ、6時47分に僕家出るんですよ、バイトの時。ギリギリだ。だからまあ6時半に起きたいと。そうね。ちょっとみんな頭を思い浮かべて。どんなんだった愛しい人。結構、優しいよ。あ、それか。で、ぐらいで起きる。これ優しいよ、ちょっと優しいじゃん。優しいよ。めっちゃ優しい。アラームにしたら優しいべ。アロマ炊いてる家をこれをやってる。アロマ炊いてるか。ワンルームか。ワンルーム。で、なんでかっていうと、半分余裕。あんまり、フィエスタフィエスタとか結構強いじゃん。これを頭からいくと、うわーってなる。嫌いになっちゃって。あー、やめてくれってなる。強すぎるのを頭に持ってくるとちょっときつくなるから、うん、優しいのがちょっとずつ起きていくと。今年はちょうどいいな。そう、マジでちょうどいい。起きたてって、携帯がどっか行ってる可能性があるんだよ。なるほど。ちょっと長めです、これを。見つけて、止めます。で、ちょっと、あー、まだもうちょい欲しいっていう時は、一回もう一回寝るじゃん。外でも携帯近くになるから、すぐ止めれますから。ででででででまで行くことほぼない。いいね、起きてるね。でですごいな。ででぐらい止めれば嫌いにならないんですよ。そう、嫌いにならない。そう、早めに止めるわ。うぐーまで行っちゃったら そこが嫌いになっちゃう。愛すべきとか言ったらもう無理なのよ。ここら辺はもう手元に置いて、なったらすぐ、なったらすぐっていうので、もうこの二つ。表面張力かね、手拍子ってなんか、あと俺これなら嫌いにならない気がする。そうなの。そう、いいとこ気づいたね。なんか嫌いにならない。あんま嫌いにならない。多分曲選考じゃないからと思う。あのクラップ選考みたいな、はいはいはい、曲じゃない、音じゃないからさ。なるほどね。音だよ。めちゃくちゃ音だよ。適当に言ってたまった。一番音じゃん。耳でしか情報入ってこないんだ。そうなんですよね。だからそれこそあとはビタミンミーとかさ。ビタミンミーだけどさ、嫌いになっちゃう。いやいや、やめた。あいつらは、あの、そう、浅すぎて、そう、なんかうざくなっちゃいそう。そうそう。やめてます。やりすぎ。やりすぎ。心が垂れた時に欲しいだけだから。いや、まだフレフレ。まだフレフレ。フレフレも浅すぎる。浅すぎて、温度差がえぐいと、やっぱ嫌いになっちゃう。かなっていうので、朝感っていうかは、始まり感の方が、まだやりやすい。だからこのラインナップ。どんどん行っていいよ。いいんじゃないですか。惜しい曲ね。惜しい曲。惜しい曲。なるほど。起きれないよ曲ね。そう。ちょっとやりすぎだよとか、ね。秋の部にはまだ早いよ曲。そう。松浦彩さん、家めっちゃ掘りてる。やりすぎ。ちょっとね、ちょっと惜しいのよ。やりすぎだ。イントロはない。でんてけでん。イエーイ。でんてけでん。イエーイ。めーちゃ。ホリデー。いや無理だな。でもさ、起きてさ、ホリデーじゃないじゃん、大体の日。まあ、だから休日限定ならいいけどな、うん。そうそう、楽しみな予定の入ってる休日限定とかだったらまあいいかもしれない。ちょっとね、惜しいんだよね。で、あんま向かない曲ね。俺があの、実際アラームにして嫌いになっちゃった曲。うん、太陽とシスコムの、月と太陽。太陽&シスコムン、タッタッツッタッツッタッツッ。
こう なんでそれを目覚ましにしようと思ったの。月と太陽だから、ね、月と太陽だからじゃない、入れ替わる感があるからね朝感がありましたねこれね、いや曲はめちゃくちゃいい曲なんだけど嫌いになるくらいもう汗聞いちゃったんですねあとね、ライブでやらないでほしい。スマイレージの踊ろうよですね。あれ、一時期これずっとだった。踊ろうよ踊ろうよイェーイみんな集まってってことなんですけど。いや、あれもね、あの、最初ね、でんてんよ、でんてんみたいな感じだったんですよ。いきなりね、踊ろうよはね、ちょっと違うんだよね。何が違うんだろうな、その、踊ろうよとお前、あの、Are You Ready は何が違う。いやいや、全然違う。Are You Ready はぶち上げに来てるよ。でも、さあ、踊ろうよ、yeah. みんな集まってさ、踊ろうよってちょっと違うんだよ、朝、yeah. 朝寝てんだよまだ。これちょっとね違う。BPM 遅いしな。そう、BPM ちょい早めがいいよ。ちょっとそうかじゃあ。結構これありだなって思うのは、愛は今愛を求めてる。ああ、あれはいい。愛優しいメガネ、そう。あれはね、あの曲は愛は今愛を求めてる。あの曲何がいいかってその午前に聴きたい曲、午後に聴きたい曲とかあるじゃん。はいはい。どの時間帯でもなんかいけるの。不思議とね。あれ、A メロの最初も、なんか落ち着くのよ。贅沢に待ちで、そう。そう。だだ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 。あれ、キキちゃんだから。あれ、キキちゃんなのよ。キキちゃんだから。あんまり、だからね、あんま直視できないんだけど。音なんだよ。直視できない。あの曲直視できないんですけど。結構いいのと、あとね、これいいなと思うのは、あの、タンポポの恋をしちゃいました。うん、そうか。確かに、いけそうか。優しいな。なんか優しい？優しい。結構いいと思うよ。だからこうやって起きたくなる。なんか、いい朝にやる。起きたやっぱり全部ね、起きたくなるなんてな、そう。起きれるじゃないか。そういう風に書いてありましたから。目覚ましにしたい曲もしくは目覚ましにしたら良さそうな曲って。でもまあ、じゃあ、どっちか何かけたって起きないんだから、ね。そう、だから、そこが違うよね、まず。何かけたって起きないんだもん。今日お前、お兄ちゃんに起こされて起きたから。開き直んだよ。やばいマジで。開き直んだよ。なんで俺はこいつ友達やってんの。なんで1時間平気で遅刻するやつずっと友達なの。本当に、本当に早く起きたい時はアラームじゃない方法で起きるよ。早く寝るとか。そういう方法で起きる。びっくりした。だから、すべての予定に序列をつけてたもん。俺だったけど、本当に起きたい時っていいと思う。本当に起きたい時は。今日は早く起きなくていいと思ってるからね。遅刻していいと思ってるから。なんで友達やってんの俺ら、マジで。いつ切ってもおかしくないんだぞ。マジで。次の、投稿からいなくなっててもな、そう、もう縁切ったんだな、そう、あ、こいつやっぱ遅刻しちゃったんだなって思ってるよ、マジで、そう思ってます。あ、いいね。このボロクソ言っていいね。やっぱ一生友達なのに。さあ、ということで今回我々の朝に聴きたい曲、目覚ましにしたい曲というのはこんな感じになりました。はい、皆さんもね、まあ、朝起きれないよとか、会社辛いなみたいな人はこれをね聞いて起きてみてください。あ、これ嘘ですよ。続いていくストーリーはそうですよ。シグニックバージョンね。それだけはダメで、あとはね、ちょっとやっぱ曲嫌いになっちゃうとかもあるから。そう、だからそこを選び、その選びはマジで慎重にやってほしい。慎重にしてほしい。あんまり好きすぎる曲やってももうやばいと思うし。今からハマりそうみたいな曲もやった方がいいよ。自信があるならやってもいいけどね。そう、俺は絶対にハロプロの曲は嫌いにならんよ。逆にその、この曲嫌いになりたくないから早く起きたるみたいな。そう、確かに。そういうメンタルもあるかもしれない。確かに、それはあるな。そこら辺はちょっとご相談だけど、自分とね。自分との勝負で、皆様ね、目覚ましかけてみてください。動画終わります。それでは。Bye, Jim.